曖昧同期ニューフェルトです。今回の動画も新型コロナウイルスの最新情報をドイツ現地から皆様にご紹介いたします。今回の動画内での情報はドイツ時間3月9日午後12時現在までに発表された公式な報道機関によるニュースです。なお動画上での時間は全てドイツ時間とします。まず3月8日昨日の時点での重要なニュース2点をご紹介いたします。昨夜21時頃、パリは1000人以上が集うイベント行事を基本的に禁止しました。エリビアン・ベアレン保健大臣は安全保障理事会の会議の後パリで発表しました。ちなみにですが、これは現在のドイツも同じです。また昨夜22時頃、ポルトガルのスーザ大統領は感染の可能性があるため隔離されました。彼は先週ポルトガル北部の学校の生徒に会ったと語ったが、この学校の生徒は感染しており学校も閉鎖されています。ポルトガルでは特に北部において感染者報告件数が増加しており、金曜日時点では13件だったのが現在では計20件になっているということです。これから3月9日の最新情報をご紹介いたします。午前9時頃、ルーマニアは2週間イタリアとの間の全てのフライトをキャンセルしています。マルセル・ベラー内相はこれまでのところ国境で特別な管理措置を講じたことはないと述べた。しかしイタリア、中国、韓国、イランの人々は検査のために検疫に行かなければなりません。当局によると学校の閉鎖も検討されているそうです。午前9時頃、ドイツでの感染件数は1000件を超え計1112件になりました。これはドイツロベルト・コッホ研究所からの情報です。次、午前11時頃、ドイツ人で初めて新型コロナウイルス感染により死亡者の報告が出ています。死亡したのは消防士であったという報告もあります。エジプトで感染により亡くなったドイツ人はシュレービキ・ホルステイン州に住んでいた北ドイツのハンブルクで働いていた男性です。これはハンブルク保健当局による情報です。またハンブルガー・アーベントブラッツによると、この男性は妻とナイル川クルーズをしていました。彼の妻はすでにハンブルクに戻っているそうです。また彼は春型の町のルクソール市から到着した後、3月6日に診療所に入院しました。男性は集中治療室で治療を受け、別の診療所への移送を拒否されました。彼の状態はますます悪化し、彼は日曜日に亡くなりました。とエジプト保健省が述べています。最後に午前11時頃、新型コロナウイルス感染拡大の懸念により、イランで約7万人の囚人を解放したとイランの司法機関のニュースポータルで発表されました。また公式情報によると、現在7161人の感染がイランで報告されており、また保健省によると237人がコロナウイルスで死亡したということです。これまでに入ってきているニュースは以上になります。また新しい情報が手に入り次第動画内でご紹介いたします。それではまた。